コサンコの得体大陸軍あるいは大陸連合は1805年にナポレオン一世が命名したフランス軍を中核とする軍隊の名称である。最初に歴史的な記録に現れるのはイギリス侵攻のためにイギリス海峡に面する海岸に軍隊を集結させた時であり、これを東方のオーストリア及びロシアに対する作戦行動を始めるように配置転換された。この後、 1806年から1807年、1812年、及び1813年から1814年の各作戦においてもこの名称が使われており、19世紀初頭にナポレオンが作戦を実行するために、自らの勢力圏の国々から招集した多国籍軍の総称である。フランス語のアームという語には、陸軍とともに、 軍隊という意味もあり、大軍隊と日本語分けすることも可能である。最初の大陸軍は、ナポレオン騎下の陸軍元帥と上級の将軍の指揮下にある六個軍団で構成されたものから始まり、その規模はナポレオンの派遣がヨーロッパ中に広がるにつれ拡大していった。1812年の夏にロシア遠征を始めた時がその最大であり、兵力は70万名を数えた。 ロシアでの壊滅後もナポレオンは兵力を再編し、1813年のライプツヒデの諸国民の戦い、1814年の凄まじいフランス防衛戦及び1815年のワーテルローの戦いで新しい軍隊を率いたが、ナポレオン軍は1812年6月の大陸軍の高みまで戻ることはなかった。大陸軍の成功の最も重要な要因の一つは、 その高度に優れた組織の柔軟性であった。全体をいくつかの軍団に分けられ、一個軍団は1万名から5万名、平均して2万名から3万名で構成された。これらの軍団はそれぞれに下記のような核兵士と支援部隊を持つ連合型の将軍隊であった。単独でも作戦行動ができる一方で、軍団同士は1日の皇帝のうちにあって、互いに 密接な共同行動を取れた。軍団はその戦力と化された任務の計重によって、元帥、軍団将軍、または、師団将軍によって指揮された。ナポレオンは彼の軍団の指揮官を大変信頼しており、彼の戦略目標の範囲内で行動し、共同して、それを達成するのであれば、通常は広い範囲で指揮官たちに行動の自由を与えた。 仮に指揮官たちが失敗して彼を満足させることができなかった場合は躊躇することなく、接席あるいは解任し、多くの場合彼自身がその軍団の指揮を取った。1800年にジャン・ビクトル・マリーモロー将軍がライン方面軍を4個軍団に分けたのが軍団の始まりであった。これは一時的な分け方であり、1804年までにナポレオンが恒久的な組織とした。 ナポレオンは個々の軍団に騎兵を設け、不評によって動きが鈍くならないよう素早い理合集散を図った。軍団の主要な戦術的単位は師団であり、通常4000名から6000名の不評と騎兵で構成された。1個師団は2内市3個旅団で、1個旅団は2個連隊で構成され、3内市4個砲兵中隊からなる砲兵旅団の支援を受けた。 各砲兵中隊には4門の野砲と2門の榴弾砲が配備されたので、1個砲兵旅団には18、内し24門の大砲が配備されていたことになる。師団にも、高級的な管理部門と実戦部隊があり、師団長によって指揮され、軍団同様に独立した作戦行動が可能だった。フランスの皇帝子の衛隊は、当時の精鋭部隊であり、失政親衛隊から発展した。 これはそれ自体が軍団であり、不評、騎兵及び、砲兵部隊を持っていた。ナポレオンは、この兵隊が全軍の模範を示すことを望み、彼と共に多くの戦闘に参加したので、絶対の忠誠を強いた。不評が戦闘に参加することは稀であったが、この駅兵隊はしばしば戦闘に参加し敵に、大きな打撃を与えた。また砲兵は接近戦の前の砲撃で敵を脅かす。 ことに用いられた。この F 表、この F 表には、経験によって3つの疑問があった。この駅兵、この駅兵は1804年に創設され、両騎兵連隊と、騎馬的弾兵連隊の2つの連隊と、精鋭集団である、ジャンダルム大隊及び、マムルーク大隊があった。1806年に3番目の連隊として、皇帝、このエリュー兵連隊が追加された。 1807年のポーランド方面作戦に続いて、ポーランドやりき兵連隊が追加された。1810年にはもう一つのやりき兵連隊が、フランスとオランダの新兵を編入して創設された。これを、第二皇帝この駅駅場やりき兵連隊あるいは赤い、やりき兵連隊と呼んだ。1812年には、第三の系やりき兵連隊が創設され、また、 偵察兵連隊は1813年の末に創設された。この駅兵は数多く実戦に参加しており、少数の例外を除いて、その戦闘力を示してみせた。この駅兵の歴史の中で最も有名な逸話は、ワーテルロー海戦でのポーランドやりき兵の攻撃である。この時は、強攻機兵と隊列を組み、イギリス軍のロイヤル・スコッツ・グレーズと、 イギリス連合旅団を配送させた。このエリオキ兵工程自身の布告により、騎兵は大陸軍の5分の1から6分の1の間の構成であった。1個騎兵連隊は800名から1200名であり、三内市4個大隊、各大隊は2個中隊とされ、これに支援部隊がついた。各連隊の第1大隊の第1中隊は常に、生と称され、 最高の兵士と馬が当てられた。フランス革命の流れの中で封建制度の王室に中世で経験を積んだ貴族出身の士官や歌士官の多くが失われていた。この結果フランス軍の騎兵はその質をひどく落としていた。ナポレオンはこの部門を再建し世界でも最高のものに変えた。1812年まで連帯間の大きな戦闘では負けることがなかった。 役割に応じて、重機兵と軽機兵に分けられた。重機兵、軽機兵19世紀のフランス海軍の遠藤防布票は多分大陸軍で最も魅力的な戦闘をしたわけではないが、ほとんどの戦闘で矛先となり、その成果が勝敗を分けることになった。布票は大きく二つに分けられた。一つは戦列布票であり、もう一つは軽布票であった。 戦列不評戦列不評は大陸軍の大部分を占めていた。1803年、ナポレオンは連隊という言葉を復権させた。フランス革命中の言葉反旅団は暫定的な部隊や補助部隊にのみ使われるようになった。大陸軍の創設時89個戦列不評連隊があったが、この数はフランスの県の数であった。 最終的には156個連隊となった。戦列不評連隊は、ナポレオン戦争中にその規模が変わったが、基本的な構成要素は大体であった。1個不評大隊は、約840名であり、これが大隊の定員となり、ほとんどどの隊も変わらなかった。他に400名から600名の大隊もあった。1800年から1803年にかけては、 戦列不評大隊には8個、フィジリエ中隊と1個敵団兵中隊が所属していた。1804年から1807年にかけては、7個、フィジリエ中隊と1個敵団兵中隊、1個、選抜不評中隊が所属していた。1804年から1807年にかけては、4個、フィジリエ中隊と1個敵団兵中隊、1個、選抜不評中隊が所属していた。 敵弾兵と選抜不評、系不評、戦列不評が、大陸軍の不評の大部分を占めていたが、系不評も重要な役割を果たした。系連隊は35個連隊を超えることはなかった。また三平戦を含め戦列不評と同じ作戦、行動を取れた。その違いは、訓練方法であり、高い団結心を生んだことである。系不評の訓練は、 射撃術と素早い動きに特に重点が置かれた。その結果、警府票は、戦列不評よりも正確な射撃の腕前と迅速な行動力を身につけた。警府票連隊は多くの戦闘に参加し、さらに大きな作戦の紹介に利用されることが多かった。当然ながら、指揮官たちは、戦列不評よりも、警府票に任務を任せることが多く、 警府標部隊の団結心が上がり、またその華やかな征服や態度でも知られた。警府標は、戦列不標よりも背が低いことが要求されており、森林を抜ける、際の敏捷性や、三平線の場合の物陰に隠れる能力に生かされた。警府標大隊の構成は、戦列不標大隊のものそのものであったが、敵弾兵、フュジリエ 選抜不評については異なった種類の部隊が当てられた。皇帝は、方兵士官の出身であり、次のように言ったと伝えられている。方兵が良ければ、神が味方するここで期待されているように、フランスの大砲は、大陸軍の機関であり、三軍の中でも大きな火力を有し、少ない時間で敵に大きな打撃を与える可能性があった。 フランスの大砲はしばしば集中砲火に用いられ、不評や騎兵が接近戦を挑む前に敵の戦列を乱した。砲兵部隊の絶妙な訓練によって、ナポレオンは高速でその武器を動かし、弱っている防衛戦を支援したり、敵の戦列を破る道具にした。絶妙な訓練以外にも、ナポレオンの砲兵隊は、多くの戦術的な改良によって戦力を上げた。 王政時代にジャンバティスト・バケット・ドグ・リボーバルが設計したフランス砲は軽く早く移動でき、照準を合わせやすく、また台車を強化したり口径を標準化したりした。通常の野戦砲は4ポンド、8ポンド、12ポンドのカノン砲と6インチの榴弾砲があったが、戦争後期には4ポンド砲と8ポンド砲は、オーギュスト・マルモンが設計した、共和歴11年式6ポンド砲に置き換えられた。 方針は、真鍮製で、砲が、車輪、及び前者は、オリーブグリーンのペンキで塗られていた。方兵を、不評や、騎兵の部隊とうまく融合させて、互いに支え、時には単独で行動することもできた。方兵隊には二つの分類、徒歩方兵隊と騎乗方兵隊があった。徒歩方兵隊この名前が示唆するように、方兵は、大砲の横に行軍し、 大砲はもちろん馬で引かせた。このために行動速度は、不評の速度に順次遅かった。1805年には8個連隊、あとに10個連隊があり、さらに、この絵連隊に2個連隊あった。しかし、騎兵や、不評の連隊とは異なり、これらは管理上の組織であった。主要な作戦場及び戦術上の部隊は120名から、なる大隊であり、旅団の中に作られるが、 師団や軍団に割り当てられた。大体の要因は、公兵、貸士官、士官の他に、金属加工、木工、毛皮などの加工作業者も含んでいた。彼らは、予備品を作ったり、大砲、台車、弾薬箱、馬車の維持、修理にあたり、馬の世話や軍事品の保管もいった。機上砲兵隊機兵は、機上砲兵隊の素早い動きと素早い砲撃に、支援された。 この部隊は、騎兵と砲兵の組み合わせであり、馬や台車に乗って戦闘に参加した。前線に非常に近く活動するために、主官や砲兵は、竜騎兵のように接近専用の武器を携え訓練も、施されていた。一度配置につくや、彼らは素早く下馬し、大砲を据え、照準を定め的に集中砲火を浴びせた。さらに大砲を、 また台車に乗せ新しい場所に素早く移動した。このことを成し遂げるために訓練を積んでいたので砲兵の中でもエリート部隊であった。この液状報兵隊は全速で駆けてきて、最初の砲弾を放つまでに1分とかからなかった。そのような動きを目にして驚いたウェリントン将軍は次のように記している。彼らは拳銃を撃つように大砲をぶっ放している。 管理上の連隊は6個、さらに、この衛兵に1個あった。騎兵部隊に割り当てられた大隊に加えて、ナポレオンは、核軍団にまた可能ならば、核士団に少なくとも1個大隊を割り当てようとした。その能力は十分高かったものの、その結成と維持にかかる費用も、かなりのものであった。そのために、騎乗砲兵隊の数は、徒歩砲,砲兵隊の数より少なく、 構成費は5分の1程度であった。皇帝が、機上砲兵隊の兵士すべての名前を覚えて、いるなどという自慢たらたらの冗談もあったくらいである。積まれた訓練、馬、武器や装備以外にも、彼らは、多くの軍需品を使った。機上砲兵隊は、徒ホ砲兵隊の2倍、この絵砲兵隊の3倍の費用を要した。 放射権引退放射権引退はボナパルトによって1800年1月に創設された。その機能は放射を引く馬を漁する漁者であった。それまでのフランスでは民間の漁者を雇っていたが、彼らは戦火の中では大砲を放棄して自分たちや価値ある馬の命を守ろうとした。放射権引退の要因は以前の民間人とは異なり、武装し訓練を施され、 兵士と同じように制服を与えられた。越兵の時の見栄えも去ることながら、このことは軍隊としての規律を守り、攻撃されれば反撃することも可能にした。魚者はカービン銃と不評と同じ型の短い刀及び拳銃を携行した。彼らはそれらの武器を使う機会はほとんどなかったが、掛け事や喧嘩その他各種の遊び事で確かに評判を取った。 彼らの制服と上着は灰色であり、その頑丈な外観をさらに強めていた。しかし、彼らが戦闘可能ということは、コサックやスペイン人また、チロルのゲリラに襲われた時に有効であることが証明された。各放射権引退は当初5個中隊で構成された。第1中隊はエリートとみなされ、機上砲兵大隊に配属された。中間の三個中隊は、 徒歩方兵大隊に配属され、予備品箱、物資用に車の管理や屋外での単野、なども担当した。最後の1個中隊は、予備役で、新兵や馬の訓練を行った。1800年の方面作戦に続いて、放射系引退は8大隊に編成外され、それぞれ7個中隊を要した。ナポレオンが方兵隊を増強するにつれ、 大隊が追加されて1810年には14個大隊を数えた。1809年、1812年及び1813年には最初の13個大隊が倍増され27個大隊となった。さらに1809年以降、大隊の中には両団の大砲を取り扱う中隊を創設するものがあり、不評隊に付属された。この野兵は独自のを持っており、 この絵方兵隊が増えるにつれて拡張し、大隊よりも、むしろ連隊として組織化された。頂点は1813年から1814年にかけてで、この絵子さ砲兵隊は12個敬院中隊に、この絵若年砲兵隊は16個敬院中隊に、支援され、砲兵大隊に1個中隊ずつ配備された。兵、兵に戦闘のが及ぶ影で、 軍隊には様々なタイプの工兵がいた。大陸軍の架橋工兵はナポレオンの軍隊維持機構の重要な役目を果たした。特に橋気をつなぎ合わせた簡易橋梁を構築して水の障害物を超える際の貢献が大きい。架橋工兵の技術によって川を敵が予想していない意外な地点で渡って敵の居をついたり、あるいはモスクワからの撤退時のベレジナ川とかでは、 全滅の危機から自軍を救うことができた。公平が脚光を浴びることはなかったが、ナポレオンは、下境公平の価値を明らかに認め、その軍隊に14個中隊を配備し、その指揮は、輝かしい経歴を持つジャンバプティスト・エーブレ、公平将軍に任せた。彼の道具や装置を使った訓練によって、素早く橋の様々な部品を作り、組み立てさらに後に再利用できるようになった。 必要な資材、工具、部品は、中隊の荷車で運ばれた。もし部品などが不足する場合は、即座に荷車に積んである炭造機などの装置で製作された。一個公平中隊で80杯の橋付けの橋を7時間以下で、組み立てた。これは、今日の基準から見ても、驚異的である。橋梁に加えて、敵の防御施設に対応するための土木公平の中隊もあった。 強烈騎士よりは意図した役割に沿って使われる頻度は少なかった。皇帝が悪コ包囲戦など初期の方面作戦の経験をもとに固定された防御施設には正面から攻撃するよりもできれば回避し孤立化させた方が良いと考えるようになったため土木工兵中隊は通常他の任務に回された。ジニーと呼ばれる異なったタイプの騎士中隊が代替や 連帯内に作られた。ジニーとは、大陸軍内部の通り言葉で義子を指していたが、元々の意味は今日でも使われる、言葉遊びと願いことを受け入れて、魔法の力で現実にしてくれる精霊にもかけていた。現在のフランス語で公平が、ジーニー・ミリテールと呼ばれるのはこの名残と思われる。ナポレオンの語録の中でもよく引用される言葉は、軍隊は、胃で行進する生き物である。 このことは軍隊の兵舘の重要性を明確に表したものである。大陸軍の部隊は各人に4日分の食料を与えられていた。これに従う荷車には8日分が積まれていたが、これは緊急時にのみ消費されるものだった。ナポレオンは兵士たちが飼料採集と食料の挑発で日々を暮らしていくことを進めていた。補給物資は作戦開始前に建設しておいた。 前進基地や倉庫に蓄えられた。これらの物資は軍隊が前進するにつれ前方に移動された。大陸軍の補給基地から軍団や師団の補給庫に物資が配られ、そこから旅団や連隊の市長部隊に配られ、各部隊には狩猟採集の量を補うだけの食料が配られた。狩猟採集に対する依存度は政治的な圧力で決まることがあった。 有効的な国の領土を通過するときは、その国が供給するもので食っていけと言われたが、中立の立場を取る国を通過するときは、補給の問題が生じた。大陸軍が5週間にわたって1日15マイルの速さで降軍することを可能にしたのは、上記のような計画によるもの半分、行き当たりばったり半分の平坦であった。平坦の仕組みを助けたのが、これも技術的な革新であり、 例えば、ニコラ・アペールが発明した今日の缶詰につながる保存食の技術であった。傷ついて戦場を去る強行機兵医療関係者ほど栄光とも権威とも関係の薄い部門はなかったが、彼らは戦闘後の恐ろしい光景に対処する必要があった。あらゆる旅団、師団、軍団にはそれぞれの医療関係者がおり、衛生兵は負傷者を見つけて運び、 看護兵は介護や看護を行い、他に薬剤師や医師、外科医がいた。これらの医療関係者にはしばしば訓練の足りない者や不適切な者がいて、他の仕事を担当する部隊もあった。大陸軍の医療の状態は当時のあらゆる軍隊と同じく原始的なものであった。戦闘よりも負傷や病気で死ぬ者の,の方が多かった。 衛生や抗生物質に関する知識もなかった。外科性量といえばそれは切断であった。麻酔とは強いアルコールを飲ませること、あるいは時によって患者を殴って意識を失わせることであった。大体いい手術を受けた患者の3分の1しか生き残れなかった。ナポレオン戦争の間、軍隊の医療技術や生量技術は大きな進歩を生まなかったが、大陸軍では 医療関係者の組織下では改善の恩恵を受けた。下科将軍のドミニック・ジャン・ラリー男爵の提唱になる、いわゆる空飛ぶ救急システムである。戦場で、フランス軍空飛ぶ、砲兵隊が行っている、その移動速度を観察した、ラリー将軍は、これを負傷者を迅速に運び、訓練された居者と衛生兵と、単価運搬要員のいる馬車に乗せる仕組みに置き換えた。これは、 現代の軍事救急システムの先駆けであり、続く数十年間に世界中の軍隊によって採用されることになった。ラリーは移動力を上げ、野戦病院の組織を改善することにより、現代の移動陸軍外科病院の原型を作った。負傷者の苦難についての証言を読むと恐ろしいものがある。ナポレオン自身も死ぬよりも苦痛に耐える方が勇気がいるといったことがあった。 彼は生き残った者たちに、フランス中でも、最善の病院で静養できるような保障を与えた。さらに、正義軍人は、英雄として扱われ、勲章を授与され、恩給と必要ならば、義士も与えられた。負傷者が迅速に世話され、栄誉が与えられ、帰郷後の面倒を見られることが知れ渡ると、大陸軍の中の士気も高揚し、戦闘能力を上げることにもなった。以下に述べる。 情報通信は確かに少なからぬ基本的支援業務であった。ほとんどの命令はそれまでの数世紀と同様に馬に乗った伝令によって運ばれた。騎兵はその勇敢さと騎馬技術によってこの任務を課されることが多かった。短距離の戦術的な信号は視覚的には旗で聴覚的にはドラムや軍隊ラッパトランペットなど楽器で伝えられた。 これらの機種や楽器奏者は象徴的、儀式的、また指揮を上げる機能に加えて重要な情報通信の役割を果たした。シャップの腕木通信等大陸軍はフランス革命の間には長距離の情報通信手段に革新的なものを得られなかった。フランス軍は大規模かつ組織的な形で電書バトを伝令に採用し、 また観測溶熱気球を偵察と通信に用いた最初の軍隊である。しかしクロード・シャップによって発明された巧妙な光学的テレグラフ信号装置という形で長距離通信の本当の進歩が得られた。シャップの装置は互いに目視できる距離に置いた小さな塔の入り組んだネットワークであった。塔は9メートルの高さがあり、その最長部に3本の大きな木製の稼働棒が 取り付けられた。この棒は、レギュレターと呼ばれ、プーリーとテコを使って訓練された、操作員によって操作された。腕木の位置によって4つの意味があり、その組み合わせで196通りの信号になった。習熟した、操作員がおり、悪くない視界が保たれておれば、パリリール間1 9 3キロメートルにある15の塔を経由して、 わずか9分間で一つの信号を送ることができ、36の信号からなる電文は約32分間で送れた。パリからベニスの間でも電文をわずか6時間で送ることができた。シャップの腕着通信はナポレオンのお気に入りの一つになり、最も重要な秘密兵器となった。特別の携帯版腕着通信装置を彼の作戦本部と共に移動させた。 これを使ってナポレオンは長距離でも敵よりもはるかに短い時間で兵団と軍隊の戦略的調整を図ることができた。1812年には荷車に乗せた装置による通信の研究が始められたが戦争そのものには間に合わなかった。ポーランド兵多くのヨーロッパ諸国が外国人部隊を採用したがナポレオンのフランスも例外ではなかった。 ナポレオン戦争中の大陸軍で外国人部隊は重要な役目を果たし特徴ある戦い方をした。ほとんどすべてのヨーロッパ諸国は様々な段階で大陸軍の一部となった。戦争末期には数万名の兵士が従軍した。1805年にはライン同盟の3万5000名の部隊が情報通信船と本体の側面を守るために使われた。1806年、 2万7千名が追加され同じ用途に使われた。さらに20,000名のサクソン人部隊はプロイセンに対する総統作戦に使われた。1806年から1807年にかけての冬季方面作戦ではドイツ、ポーランド及びスペインが大陸軍の左翼を担いバルト海に面したシュトラールズントとダンツヒの港の占領を助けた。 1807年のフリートラントの戦いでは、ランヌ元帥の軍団は、かなりの数が、ポーランド、ザクセン、オランダの兵で占められた。この時は、外人部隊が、初めて戦闘における主要な役割を演じ、目立った働きをした。1809年のオーストリア方面作戦では、大陸軍のおよそ3分の1がライン同盟の兵士だった。また、イタリア方面軍の四分の一は、 イタリア人だった。1812年大陸軍の頂点を迎えた時、ロシアに侵攻した部隊の半分以上は、フランス人以外でありオーストリアやプロシアを含み20カ国に上った。封建制度や他の君主政治の時の軍隊とは異なり、大陸軍の昇進制度は、社会的な階級や富よりも能力に重点を置いて、なされた。ナポレオンは、彼の軍隊が、 実力社会であることを欲し,し、どの兵士でもその生まれによらず、成した業績によって指揮官の最上級まで急速に上り詰めることができた。外してこの目的は達せられた。その能力を発揮できる場を与えられれば、能力のある者は数年間で頂点までたどり着けた。他の軍隊であれば数十年かかったであろう。身分の低い兵士ですら彼の軍能に減衰杖を持てると言われた。 下の表は現在の米陸軍と対称した階級のリストである。またギャラリーには頂点まで登った人物を示す。なお、当時のフランス軍では1788年に巡将が廃止されたため、将官は少将と中将の2階級のみである。ナポレオンは優れた戦略家として知られており、戦場に立つとカリスマ的であったが、戦術の発明家でもあった。 彼は何千年もの間使われてきた古典的な人形と戦術を組み合わせ、さらにフリードリヒ大王の社格人形や革命の初期に国民海兵軍隊で使われた群衆戦術といったより新しいものを取り入れた。ナポレオンの戦術は高度に流動的で柔軟性があった。対照的に敵の軍隊の多くは固定的な戦列戦術や人形に執着していた。 戦列戦術とは、不評の集団が単純に戦列をなし一斉射撃をかわすもので、戦場の敵軍に打撃を与えるか、側面から包囲するものであった。戦列陣形は、側面からの攻撃に弱いものであるので、敵の側面を突くように部隊を操作するのが、高等戦術と考えられていた。これが成功すると、しばしば敵は撤退するか降伏した。その結果、 このやり方に固執する、指揮官は側面を安全にすることに重点を置き、強い中衛や後衛部隊を回すことがあった。ナポレオンがたびたびやったことは、この戦列の考え方を逆手に取ることであり、側面攻撃をするふりをしたり、あるいは敵に、自軍の側面が餌であるように見せて、自軍の主力を敵の中央に進めさせ、戦列に割って入り追い詰めてしまった。 ナポレオンは常に彼のこの遺体からなる協力部隊を温存しておき、戦況がうまくいっている時は止めを打つために、うまくいっていない時は流れを変えるために投入した。より有名で広く使われ、効果的かつ興味ある人形や戦術を下記に示す。レジオンドヌール勲章を渡すナポレオン大陸軍は、当初、大西洋岸軍として組まれた。イギリスへの侵攻を目指し、1803年に、 ブローニュの港に集結した。しかし1804年のナポレオンのフランス皇帝戴冠式に対して第三次大仏大同盟が結成され、1805年にナポレオンはロシアとオーストリアがフランスを侵略する準備をしていることを知ると急遽その視線を東に向けた。彼は大陸軍にすぐさまライン川を渡り南ドイツに入ることを命じた。大陸軍は8月遅くに ブローニュを出発し、急速に行軍して、ウルムの要塞で、カールマック将軍の孤立したオーストリア軍を包囲した。そこで行われたウルム戦役では、フランス軍の損害2000名に対し、6万名のオーストリア兵士が捕虜となった。11月には、ウィーンが占領されたが、オーストリアは抵抗を止めず、野戦での軍隊を維持していた。 また同盟国のロシアはまだ戦闘に加わっていなかった。1805年12月2日、アウステルリッツの戦いで数的には劣勢であった大陸軍がアレクサンドル一世の率いるロシアオーストリア連合軍を打ち破った。この見事な勝利によって12月26日のプレスブルクの和訳が結ばれ、翌年、新生ローマ帝国は解体された。中部ヨーロッパにおける フランスの勢力の増大は、前年の戦争で中立の立場を取ったプロイセンを不安にさせた。政治的な駆け引きの後に、プロイセンはロシアに軍事的な援助をすることを約束し、1806年の第四次大仏大同盟が結成された。大陸軍はプロイセン領に侵入したが、この時取った人形が邦人である。この時軍団同士が互いに支援し合う距離を保って、 公軍し、時には前衛にも、後衛にも、また側面を守る部隊にもなり、1806年10月14日、イエナの戦いとアウエルシタットの戦いで、プロイセン軍を徹底的に叩き潰した。伝説にも残る追撃戦で、プロイセン軍捕虜14万名を捕まえ、死傷者は25、00名に上った。ルイ・ニコラダブル将軍の第三軍団がアウエルシタットの戦訓で、 ベルリンに最初に入場する栄誉に良くした。しかし、フランス軍は再び同盟軍が到着する前に敵を叩いたので、敵はその後も抵抗を続け、平和は訪れなかった。ナポレオンはポーランドにその視線を向けた。そこでは残存するプロイセン軍が、UFO ロシアと手を結んでいた。難しい陶器の方面作戦が展開されたが、手詰まりとなり、 1807年2月7日から8日にかけてのアイラウの戦いでは事態は悪化した。この時のロシアとフランスの損害は大きく、売るものはほとんどなかった。この方面作戦は春に再開され、ベニグ戦のロシア部隊は6月14日のフリートラントの戦いで完敗した。ロシアもついに屈服し、7月にフランスとロシアの間でティルジット条約が結ばれ、 大陸にはナポレオンの敵がいなくなった。ポルトガルが大陸風鎖令に組み込まれることを拒否し、フランスは1807年遅くに懲罰的な遠征を行った。この作戦が後に6年間続く半島戦争の始まりとなり、フランス第一帝政の資源と人を浪費させることになった。フランスは1808年にスペインを占領しようとしたが、 一連の悲惨な戦いによって、後年ナポレオンが自ら介入せざるを得なくなった。12万5000名の強力な大陸軍が容赦なく、侵攻し、ブルコスの要塞を占領し、ソモシエラの戦いで、マドリッドへの道が明け、スペイン軍を撤退させた。続いて、イギリスのムーア軍に矛先を向け、1809年1月16日のコルナの戦いで、英雄的な勝利をつかみ、 イギリス軍をイベリア半島から追い出した。この方面作戦は成功であったが、南スペインの占領までまだしばしの時間を要した。一方で、東方ではオーストリアが息を吹き返して、反抗の準備をしていた。オーストリア皇帝フランツ一世の宮廷における、高派の人間が、フランスがスペインに関わっている間に機械を捕まえようと王を説得した。1809年4月。 オーストリアは公式の戦線布告なしに方面作戦を開始しフランスを驚かせた。しかしオーストリア軍の歩みが鈍くあまり進まないうちにナポレオンがパリから到着し事態が鎮静化された。オーストリア軍はエックミュールの戦いに敗れドナウ川を越えて逃亡しラティスボンの要塞を失った。しかしオーストリア軍はまだ粘り強く 軍隊を維持していたので、新たな方面作戦が必要となった。フランス軍は、進軍を続け、ウィーンを占領し、オーストリアの首都の南西にある、ローバウ島を経てドナウ川を渡ろうとした。しかし、続く、アスペルニエスリンクの戦いに敗れた。これは、大陸軍の、初めての敗北であった。しかし7月に再度ドナウとかを試み、2日間にわたる、 バグラムの戦いで勝利を得て、オーストリア軍に4万名の損害を与えた。オーストリアは、この敗北で、意気消沈し、その後すぐに停戦に同意した。この結果大陸軍は、第5次大仏大同盟を終わらせ、10月に、シェーンブルンの和役が結ばれた。オーストリア帝国は、領土活動の結果300万人の領民を失い、ようやくナポレオンに屈服した。 スペインを除いてヨーロッパでは一時的な平和が続いた。しかし、ロシアとの外交的な緊張関係が高まり、1812年の戦争につながった。ナポレオンはこの脅威に対処するために、これまでにない最大規模の軍隊を結成した。新しい大陸軍はそれまでと変わっていて、主官の半分以上はフランスと同盟する衛星諸国と、 地方から徴兵した非フランス人で占められた。ポーランドとオーストリアの部隊を除いて、すべての部隊は、フランスの将軍の指揮下に入った。巨大な多国籍軍は1812年6月23日に、ネマン川を越え東方に進軍し、ロシアはその前に後退していった。ナポレオンは、迅速に降軍すれば、ロシアの2つの主力部隊、 ミハイル・バルクライド通り軍とピョートル・バグラチオン軍の間に割って入れることを期待していた。しかし、ロシア軍が3回以上もナポレオンの矛先を避ける事態になり、大陸軍には苛立ちが溜まっていった。スモレンスクを占領し、モスクワを守るための最後の防衛戦として9月7日にボロジノの戦いが行われた。 その結果は、大陸軍が勝ったものの犠牲が多く引き合わない、勝利だった。ボロジノの戦いでの勝利の7日後の9月14日、ナポレオンと大陸軍の大部分はついにモスクワに到着した。だが、そこはすでにもぬけの殻で炎上する町があるだけだった。兵士たちは消火活動の一方で放火ハンガリをやり、モスクワの守りも強いられた。しかも、これまでのロシア軍との死闘と病気で、 夏の間にすでに兵士の半分を失っていた上に、ロシアの焦土作戦によって大陸軍が確保できる食料はなかった。フランス皇帝が無意にロシア皇帝に和平の探りを入れている間、ナポレオンと大陸軍はモスクワで1ヶ月以上を無駄に過ごした。この試みが失敗に終わると、10月19日、ついに西方への退却を開始した。 退却は進行以上に悲惨を極め、寒さと飢えと病気に悩まされ、集まってくるコサックやロシア軍に繰り返し襲撃された。ミシェルネイが伝軍を引き受け、ロシア軍との間の分離を図ったが、大陸軍は事実上壊滅し、およそ40万名が死に、ベレジナ側に到着したのはわずか数万名の、やつれきった兵士たちだった。それでもベレジナの戦いの結果とジャンバティストエブレの、 義士たちによるベレジナ川に橋を架ける必死の作業でナポレオン軍の残兵が救われた。ナポレオンは新しい軍を起こすことと政治的な用向きを果たすために兵を残してパリに帰った。軍を起こした時の69万名の兵士のうち9万3000名のみが生還した。この大遠征は今まで大陸軍が積み上げてきた数々の勝利を突き崩すに 十分たる大敗北という結果に終わった。ロシアにおける壊滅的損害は、ドイツやオーストリアの反仏感情を高めることになった。第6次大仏大同盟が結成され、ドイツが次の方面作戦の中心となった。培われた才能によってナポレオンはすぐさま新しい軍隊を立ち上げ先端を開き、リッンの戦いとバウツェンの戦いで連勝した。 しかしロシア遠征のためにフランス軍の騎兵の質が落ちていたこと、また部下の将軍の計算違いにより、これらの勝利は決定的に戦争を終わらせるだけのものにならず、休戦になっただけだった。ナポレオンはこの休戦期間を利用して彼の軍隊の質と量を高めようとしたが、オーストリアが同盟に参加した時、彼の戦略的立場は苦しいものになった。8月に、 再び戦争が始まり、二日間のドレスデンの戦いで、フランスは意味のある勝利を収めた。しかし、ナポレオンとの直接対決を避け、彼の部下に矛先を向けるという同盟側のトラチェンブルク計画の採用により、フランスはカッツバッハの戦い、クルムの戦い、グロスベーレンの戦い、デネビッツの戦いと負け続けた。同盟軍は数を増し、フランス軍をライプツヒで包囲した。 有名な3日間の諸国民の戦いが行われ、橋が時期焦燥に壊されたために、エルスター川の対岸に3万名のフランス兵を置き去りにするというナポレオンにとって大きな損失を被った。しかしこの作戦は、ハナウの戦いでフランス軍の撤退を阻止しようとして孤立したバイエルン軍をフランス軍が破った時、勝利の意味合いで終わりを告げた。大帝国はもはやない。 守らねばならないのはフランス自体だ。とナポレオンは1813年のクレミ議会に向かって語った。ナポレオンはなんとか新しい軍隊を結成したが戦略的には事実上希望のない位置にまで来ていた。同盟軍はピレネー山脈から北イタリア平原を横切り、さらにフランスの東部国境を越えて侵略してきた。この作戦はナポレオンが ラ・ロシエールの戦いで敗北を喫した時に始まったが、彼は以前の精神をすぐに取り戻した。1814年の6日間の戦役で3万名のフランス軍がゲプハルト・レベレヒとフォンブ・リッヘルの散回した軍団に2万名の損害を与えた。この時のフランス軍の被害は2000名であった。フランス軍は南に向かい、カール・フィリップ・ツー・シュバルツェンベルクをモントローの戦いで破った。 しかし、これらの勝利は事態を改善するまでには至らず、ランの戦いとアルシスシュルアウベの戦いでのフランス軍の敗北が指揮を落としてしまった。3月の末、パリの戦いで同盟軍に敗れた。ナポレオンは戦い続けることを望んだが、彼の部下達はそれを拒み、1814年4月6日、皇帝に退位を迫り認めさせた。 1815年2月エルバ島から帰還すると、ナポレオンは彼の帝国を守るための新たな活動に暴殺された。1812年以来初めて来たるべき戦いで、彼が指揮を取る北部軍は職業軍人の集団であり、能力が高かった。ナポレオンは、ロシアやオーストリアが来る前に、ベルギーにいるワイリントンやブリュフヘルの同盟軍に返し、打ち破ることを試みた。 1815年6月15日に始まった作戦は当初は成功だった。6月16日にはリニーの戦いでプロイセン軍を破った。しかし、慣れない部下の作業やまずい指揮により、全作戦を通じてフランス軍に多くの問題を引き起こした。エマニュエル・ド・グルーシーがタイプロイセン戦で遅れて進軍したことでリニーで破れたブルフヘルの部隊が回復し、 ワーテルローの戦いで、ウェリントンの援軍に駆けつけることを許した。この戦いは、ナポレオンと彼の愛した軍隊にとって、最後で、決定的な敗北となった。エルティング、ジョン・アール、ソーズ・アラウンド、エース・ローン、ページーズ60から65、ダー・カーポ・プレス、1997、ハット・ユニフォーム・オブ・ザ・グレナディア・アッツ・エー・ファイド・デ・ラギャルド、アクセスト・マーチ16、 2006? フットグレナディアーズ・イン・ザ・インペリアル・ガード。アクセスト・マーチ 16?2006 ユニフォームズ・オブ・ザ・シャサー・スウェー。パイド・デラ・ギャルド。アクセスト・マーチ 16?2006 ナポレオン。エース・ガード・インファントリー。モイ・エン・ギャルド。アクセスト・マーチ 16?2006? フーザ・リアーズ・デ・エール・エ・ギャルド1806から1814。アーミー・フランセーズ・プランシュ・エヌ101。 アクセストマーチ16-2006グランドテヌエメリンズ・デラギャルドアクセストマーチ16-2006タイレア・ラース・デラギャルド・インパー・ヤレイ1809から1815アクセストマーチ16-2006バイオーダー・オブ・ザ・コマンダー・イン・チーフザ・オリジン・オブ・ザ・ガイズ・エー、シュバルアクセストマーチ 16-2006ABCDEFG 戦闘技術の歴史をナポレオンの時代編草原者。ナポレオン、エスポーリッシュランサース、アクセストマーチ16、2006、ABCDEFGHIJKLMNO、図解、ナポレオンの時代武器防具戦術大全劣化者。AB 戦略戦術兵器辞典3、ヨーロッパ近代編、学研、ピアニッシモ、11、 abcdefghijklmnobqrstuvwxyz aaab 近世近代騎兵合同士、サークル騎兵罰ピアニッシモ 41404243abcdefghijklmnobq 兵士の歴史大図鑑草原者、 ピアニッシも1億5815万 9160ABCD ナポレオンの軍隊近代戦術の視点から探るその正教さの秘密。三つ一社 NF 文庫。ピアニッシも83、82AB ナポレオンの景気兵華麗なるユサール。新機嫌者。ピアニッシも14から15、25、38マッシュ。MAM、P81。 正度法とされる場合もあるが、いわゆる正度に加え、真鍮、合金製のものも含め正度と呼ぶことがあるためである。エルティング、ジョン・アール、ソーズ・アラウンド、エース・ローン、ページ250、ダーカーポプレス、1997ハット AB、エルティング、ジョン・アール、ソーズ・アラウンド、エース・ローン、ページ254から5、ダーカーポプレス、 1997ハットエルティング、ジョン・アール・ソーズ・アラウンド、エース・ローン、ページ186、194、ダーカー・ポプレス、1997ハットエルティング、ジョン・アール・ソーズ・アラウンド、エース・ローン、ダーカー・ポプレス、1997ピコグラム、387帝国元帥は、階級ではない。死団将軍で結出していると認められたものの、 名誉称号であり、それに応じた高い給与と特権が与えられた。ナポレオン軍の最高階級は、実際には、師団将軍である。エルティング、ジョン・アール、ソーズ・アラウンド、エース・ローン、ページ124、ダーカーポプレス、1997、核兵貨再仙人の召喚に対する名誉称号であり、階級ではない。帝国元帥にもなったものを除いては、ルイボ・ナパルト、 ジュノー、ディリエなどが除任された。軍団長としての地位であり、階級ではない。1812年廃止。その後1814年に復活するも、1848年に再び廃止された。ただし、階級章自体は、軍団長たる、師団将軍のものとして使用された。ジェンレル、または、ゼネラル・イン・チーフ参賞。 旧体制及び1814から1848年は、中条アメリカ軍では、少将が公式の最高位の階級であり、中条及び大将は役職に付随する地位とされる。旧体制及び1814から1848年は、人地総監、将軍付き幕僚としての地位であり、階級ではない。大佐、または、中佐が認じられた。序列は、 少々と大佐の間とされることが多かった。1793から1803年は、伴侶団長シェフ D.S. コドレンは、機上部隊の大隊長 ABC 校舎は、機上部隊の故障フランス軍のコポーラル及び、ブリガディアは、上等兵であることが、王位が第一帝政では、可視官であり、その後1818 18年までは、可視官である。トッド・フィッシャー グレゴリー・フリーモント、バーンズ、ザ・ナポリアニック・ボーズ、ザ・ライズ・フォール・オブ・アン・エンパイア、p 十六から54フィッシャーフリーモント、バーンズ p 十四から74フィッシャー&、フリーモント・バーンズ p 十六から92、フィッシャーフリーモント・バーンズ p 二百から209、フィッシャーフリーモント・バーンズ p 百十三から,ら144、インセクツ・ディジーズ、 アンドミリタリーヒストリーデストラクションオブザグランドアーミーハットフィッシャーフリーモントバーンズ P145 から171フィッシャーフリーモントバーンズ P271 から287フィッシャーフリーモントバーンズ P287 から297フィッシャーフリーモントバーンズ P306 から312ありがとうございます